こちらの下半式オービスレーダーでスピードを測り、カメラとフラッシュを使って運転手の顔を判別します。千葉県八街市で小学生5人が死傷した事故を受け、警視庁は東京町田市内の公園のそばの通学路で持ち運びのできる下半式オービスを使い、速度違反の取り締まりを行いました。 合わせて、公園を訪れていた親子連れにチラシを配り、事故防止を呼びかけました。警視庁によりますと、子供が犠牲になった死亡事故は、今年に入って都内で2件、重症事故は43件発生しています。警視庁は、過半式オービスを使った取り締まりを強化していくとしています。